私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニニャマルと暮らしている平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。私の義母はあっけらかんとしていて結構楽しい人なんだ。よく家にも遊びに来てくれるし、私たちも遊びに行くし、割といい関係を築けているとは思うんだけど、これは当たり前のことではなくて恵まれてるなって思うよ。世の中には嫁姑問題で悩む人も多いわけだからね。でもご近所の嫁さんにはちょっと妄想の激しい人もいて。水木さん、私と水木さんは仲間ですよね。よくわからないけど違うと思うよ。なんで？そこは仲間だって言ってくれればいいんです。だって水木さんだって姑なんか大嫌いでしょ。顔も見たくないでしょ。いや、うちは普通に仲いいけど。そんなの嘘に決まってるでしょ。普通嫁と姑といえばいがみ合うものでしょうが、そうやっていい子ちゃんぶって気持ち悪い。全ての家庭がギクシャクしてるわけじゃないでしょ。私も結婚当初はうまく自分の意見を言えなかったり、いろいろあったよ。義母も私たちのことを心配するあまりに頻繁に連絡くれたりして、それで揉めたこともあったし。でしょ。やっぱり姑なんて最悪。いや、話は続くんだけど。でも長年関わってる間にお互いだんだんと距離感がつかめてきてさ。それにお互い仕事だの趣味だので忙しくなってきて、おかげで今はいい関係になりましたよって話なんだけど。ああ、はいはい、そういう嘘ですね。そんな嘘つかなくていいからさ、ね、交換しましょう。私が水木さんの姑に思いっきり嫌がらせしてやるからさ、水木さんはうちの姑にやってやってよ。もしバレちゃったりしてもうまくお互い証言すれば大丈夫でしょ。うちの姑って、マナさんのお姑さんは織江さんだよね。そうそう、水木さんの方がご近所で付き合い長いからわかるでしょ。あの人めっちゃ嫌味な人なんだよ。織江さんにそういう印象を抱いたことないけど。だってさ、一応と一応の使い方が違うとかさ、人様の前でゲップしないとかさ、本当にうるさいんだから。え、マナさん人の前でゲップするの無理なんだけど。ゲップごときで無理とか今時そんなのなくない？いや、それ今時の子舐めすぎでしょ。もうとにかくそういうのはどうでもいいの。私あいつ嫌い、わかる？長男嫁の私に全然援助しないケチな姑を懲らしめたい作るの。勝手にやってろ、巻き込むな。なんでよ。さっき連絡してきてたマナさんという人はご近所に住んでいる織江さんという女性の長男嫁にあたる人。半年くらい前に近所のアパートに引っ越してきたんだ。どうもお姑さんに家事やら料理やら子育てやらかなり協力してもらっているみたいなんだけど、あんなに嫌いだって言うなら関わらなきゃいいのにね。嫌いだけど協力はさせたいってことなのかな。最低。さあ昼寝昼寝と、私がニャニャマルと昼寝をしている間に織江さんとマナさんは LINE でやり合っていたみたい。知ってますか？ご近所の水木さん、お母さんのこと臭いって言ってましたよ。お母さん臭いんですね。まあ確かにそうですよね。マナさん、他の人を巻き込むんじゃありません。はあ、巻き込むとかじゃなくて本当のことだし、この辺りの人みんなお母さんのこと嫌ってるんですよ。せっかく近所に引っ越してきてあげたのにな。お母さんが嫌われ者だからご近所さんにひそひそされて、私本当にかわいそう。あのね、お母さんが地獄に行くときは遺産10億ぐらい残してくださいね。そうしないと孫にはもう会わせませんから。息子にある遺産なんてないけど。え、何を勘違いしてるの。いやいや、ウケるんですけど。だって男3人と女1人でしょ。でうちの夫が長男、長男なんだからうちが一番多くもらうんです。あんなだだっ広い家に住んでるくらいなんだからお金あるでしょ。わかります？姑なんて金出しておけばいいんだよ。そうしないと孫に会えなくなりますからね。それはすっきりするわね。は？何度ダメだと言ってもママがいいって言うからなんて言って手づかみでご飯を食べるような孫ですよ。会えなくなったところで正直すっきりだわ。何言ってんの、孫が可愛くないの。そりゃ生まれたばかりの頃は可愛かったわよ。でも全くしつけもできずに暴れてばかりじゃね。
こっちも疲れるし。ひどい。それでもおばあちゃんなの。おばあちゃんと孫だって相性があるでしょ。それと私引っ越すことにしたから、というか引っ越したから。は？え？なんで？だって何度断ってもあなたが孫を置いていくんだもの。この間なんて家の前に孫を放置して、私が面倒見ないとと思ってたけどね。私だってもう年寄りなのよ。こんな疲れる人生ごめんだわ。ひどい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 。ひどくても何でも結構。だいたいあなた私のことが嫌いなんでしょ。もう会わなくて済むんだから、こんなにいいことないじゃないの。あー疲れた。どっこいしょ。じゃあね。待ちなさいよ遺産。私まだ生きてるんだけど。ズーズーしいにも程がある。あのね、長男とあなたが結婚してからとにかく援助してきたの。できちゃった結婚だけど結婚式をやりたいってあなたが泣いて叫んで暴れるから、結婚式のお金だって私が出したでしょ。でも結婚式のお金くらい出してくれたって。アパートを契約するお金もないからと、それも全部私返してもらうって約束だったけど一円も返ってこない。あれやこれやなんやらと、まあすごい金額だこと。でもそれは援助でしょ。こういうの特別受益って言うんですってね。よかったわ。全部長男の口座に振り込む形にしておいて、ちゃんと形に残すのって大事だわ。あとは長男は留学にも行ってたりしていたからね。ざっと計算して、私が天国に行った後長男に行くお金はゼロ。ゼロ？そうそう、私は地獄なんか行きませんからね。亡くなったお父さんと一緒に若い頃からずっと働いてきて今まで頑張ってきたんですから。まあそういうことですからね。ゼロ、遺産がゼロ、遺産が、私の遺産が。翌日、マナさんが織江さんとのやり取りをコピペして私の LINE に貼り付けてきたんだ。ひどいでしょ。だってさ、確かにどこかおっとりしている普段の織江さんからはあまり想像できないような文面だったんだけど、それ以上にマナさんのきつい書き方が本当に最低だよ。しかも私の遺産っていうのが笑っちゃうよね。夫が相続する遺産は妻のものじゃないのにさ。てか織江さんはまだまだ若いし元気だし、本当に失礼な話だよ。ねえ水木さん、姑の弱みとか握ってないの？そんなのあるわけないでしょ。いい加減にしなよ。あるとしたら長男夫婦がダメダメすぎるところくらいじゃない？マナさんたちが引っ越してきてから近所はみんな心配してたからね。え、私たちそんな心配されてたの？マナさんなんかを心配するわけないでしょ。調子乗らないで。私たちが心配してたのは織江さんの方だから。なんでよ。だってマナさんも旦那さんもズーズーしいでしょ。織江さんにあれこれお願いしてさ。もういいわよ。なんでみんなあいつの味方なの？私旦那のいとことかみんなに言ったの。もう姑は孫に合わせてやらない、うちの夫君も怒ってるし後を継いでやらないって言ってるって。そしたら夫君は後継ぎじゃないって言うの。へえ、そうなんだ。いや何がそうなんだよ。おかしいでしょそんなの。だって夫君は長男なんだよ。長男が後継ぎになるところが多いってだけの話でしょ。次男だの三男だのが後継ぎになる家だってあるじゃん。違うの、小十斗が後継ぎだって。おかしい、女が後継ぎなんてそんなのないでしょ。あ、そういえば織江さんの亡くなった旦那さんもお婿さんだっけ。結構そういう家庭あるみたいだね。女性がお婿さんを取って後継ぎになるみたいな家。そんなのおかしい。おかしいのはマナさんの頭でしょ。ひどい。ひどいのもマナさんの頭でしょ。あと性格と言動もひどい。なんで、なんでみんな私の味方になってくれないのよ。マナさんはその後小獣斗のところに突撃したみたいだけど、激怒した小獣斗に追い返されたんだってさ。とにかく仕事が忙しくて朝から晩まで仕事漬け、そんなところに行ったもんだから相当怒鳴られたみたいだよ。ちなみにこの人はレスリングの経験者。私は三姉妹の真ん中で長女がレスリングの全国大会で優勝してるんだけど、その姉のライバルだった人だよ。マナさんごときじゃオーラで吹き飛ばされるレベルだと思う。この人が後継ぎなら織江さんも安心だね。さてマナさんなんだけど、遺産がもらえないとか聞いてないと離婚してしまったんだ。
その後はお子さん連れて実家に帰ったものの。え、マナさんが子供を引き取れって言ってるの？そう、いざ実家に戻ったものの、向こうも介護で忙しくてね、とても子育てを手伝ってもらえる状況じゃないみたいなので、子供を育てられないから引き取れって息子に連絡してきたのよ。なんなのあの人、本当に最悪なんだけど。本当にね、うちの息子も最悪だわ。でも娘夫婦が孫を引き取ってくれることになったの。え、そうなの？娘仕事辞めたのよ、あまりに忙しすぎるからってね。ちょうどタイミングがいいってことは縁があるって言ってるわ。大丈夫なのかな？根性だけはある娘だからなんとかなるでしょ。それにしても疲れた。さあ本格的に隠居しないとね。またまた。その後、マナさんはどうやら実家を追い出されたみたいだよ。姑だからと一方的に嫌って、面倒なことは全部押し付けて、それでいて遺産までもらおうとしていたことがバレたんだってさ。後に織江さんのところにご両親が謝罪に来たみたい。でもうちの長男も頭がお花畑だからと謝罪合戦になったらしいよ。マナさんは織江さんが住んでいた家に様子を見に来たものの、そこは織江さんの娘夫婦が住み始めていてね、がたいのいい娘さんが塩まいて追い返したっけ。塩すっごい飛んだだろうな。お子さんは今ビシバシしつけ直されているみたい。でももともと頭のいい子なんだと思う。わがままを言うよりもちゃんとした方がみんなに嫌われないことが分かって、最近じゃすっかりいい子になってきてるよ。あ、ちょうどうちの前にいるね。にゃにゃまるのことをよく見に来ているみたい。お、にゃにゃまるも見えやすいところに行って。サービス精神旺盛だね、ほんと。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。